はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎消えない心、今回で10回目です。三章の初めからです。事務所に帰ってからも少しまどろむだけでそのまま朝を迎えてしまった。日が昇り、あたりがしらじらと明るくなる中、俺は昨日の目まぐるしい出来事を思い起こした。新宿中央小学校で発生した連続備品破損事件、その調査の依頼、小学校で出会った面々、そして事件の真相、さらに起こった東間のぞみの転落事件。東間のぞみの命は助かったのか。あの時彼女が腹を立てて職員室を出た、あの時俺がもっと強く引き止めていれば、こんな事態にはならなかったかもしれない。いや、今更後悔してもどうしようもないことだ。俺は無理やり非建設的な思いに蓋をして、目の前の問題を考えるようにした。まずはあの走り去った影だ。男だったことには間違いないものの、それ以上はわからない。これもあの時俺が捕まえていれば。再び後悔の念が湧き上がったが、今度も次の問題を考えることで抑え込む。遠間のぞみが突然怒り出したのも謎だ。徳永沙織の話題が気に障ったのは確かだが、それから彼女が受け取っていた手紙がある。なぜあんなに驚いていたのか。結局いくら考えても疑問だらけで何も解決しなかった。そろそろ陽子くんが出勤してくるな。そう思った途端、事務所のドアが開いた。あ、先生、おはようございます。昨日は、一瞬ほっとした表情を見せた後、俺の顔色が優れないのに気づいたらしく、すぐに引き締まった面持ちになった。どうする？話す。誰と話す？陽子。何を話す？備品破損事件のこと。一応依頼の方は解決した。それは良かったです。報告書を作りましょうか。ああ、まあね、それはいいんだけどって感じだよね。自分の席に座りながら横くんが訪ねてくる。でも先生、その割にはお顔の色が優れないような。休んでらっしゃらないのですか。一眠りはしたよ。そうですか。もう少し体をいたわってくださいね。そう言って陽子くんはパソコンのキーボードに手を置いた。陽子くんの準備が整ったようだ。備品破損事件の顛末を報告しよう。何を話す？違うな。整理するだ。整理します。俺は昨日の朝より起こったことを順に思い出した。まず前日からの依頼主である松田武史より電話があってキャンセルを受け付けた。その直後、新たな依頼主が現れた。新宿中央小学校で起こった備品破損事件の調査を依頼した人物は、伏見妙子。小学校の校長である伏見妙子だ。ちょうど松田のキャンセルで体の空いた俺は依頼を引き受けた。小学校に行き、壊された備品などを調べながら、俺は犯人となり得る人物や学校への侵入経路を推測した。まず第一の被害者である石膏像の重量や置いてあった位置、第二の被害者である飛び箱の傷などから、低学年では、犯行は難しいと判断した。また、傷ついた飛び箱を発見した状況から、6年生も対象より除外した。
その6年生の担任は、新宿中央小学校の6年生担任は、本当に人の名前で選択肢出るの今回多いよね。石田敏子。石田は飛び箱の傷を見つけたとき、クラス全員が驚いていたと話した。さらに、石膏像が無事だったときと、壊されたときの目撃者の証言から調査の相手より除外した。無事だった石膏像を最後に目撃したのは、無傷の石膏像を最後に目撃したのは、森山千尋。彼女を含めた図工室の掃除当番である5年生の5人が目撃者となった。石膏像が壊されているのが発見されるや否や、クラス中で議論が起こったとのことだ。リッパちゃんが逆に、壊された石膏像を発見したクラスの担任は、矢崎ゆかり。3年生担任の矢崎ゆかりだ。しかし今回登場人物多いよね。石膏像が床に落ちているのを見て生徒全員が大騒ぎしたらしい。これらのことで5年生と3年生を除外し、残りは4年生となった。一方、学校への侵入口は体育館左倉庫の小窓からと判明した。それを特定するヒントを教えたのが、エウリコマイヤー。ゆすると開くとエウリコが教えてくれた。こうして俺は夜に犯人が学校やってくるのを捕まえるため張り込んだ。やがて狙い通り午後10時ごろ、犯人は体育館から忍び込んできた。音楽室で追い詰めた連続備品破損事件の犯人は、椎名守。4年生の男子生徒、椎名守だった。守は母親の発言から起こった騒動でいじめられていたが、学校や担任の遠間望みが解決済みだとして、取り合わなかったのに腹を立って復讐を企んだと話した。以上が事件の真相だ。今まで黙って俺の口述を書き留めていた陽子くんがおもむろに口を開く。その椎名守くんとはまさか。それに遠間のぞみさんが担任だったなんて。やはり報告書以外のことを予告に説明しなくてはならない。どうする？話す。誰と話す？陽子。何を話す？椎名守のこと。陽子くんが察している通り、椎名守くんは椎名由紀さんの息子だ。まあ、なんていう偶然なんでしょう。なんということでしょう。さすがの陽子くんもあまりのことに絶句する。しかも、遠間のぞみさんが担任なんですよね。遠間さんも守くんのことを気づかずに放っておいたわけではないようだ。母親と知り合いだから加減が難しいと話していた。そうでしょうね。でも、このことを知ったら、遠間さんは、ああ、俺の奥歯に物が挟まった言い方を敏感に感じ取った陽子くんが聞いてきた。先生、遠間さんがどうかしたのですか？何を話す？大変なんだよ。のぞみんが。遠間のぞみのこと。遠間のぞみさんは、昨夜校庭に転落して病院に運ばれた。守のことを聞かされた時以上に陽子くんが驚いて目を見開く。それはどういうことなんですか？俺もまだ詳しい経緯はわからない。
俺は遠間のぞみが夜に職員室に帰ってきてからの一連の出来事を語った。そんなことが起きたなんて。それで遠間さんは無事なんですか？救急車に乗せた時は意識があったんだが。助かってくださるといいんですけど。横君の憂いが一層深くなる。さぞ遠間さんのお父さんも心配なさっているでしょうね。ね、せっかく仲良くなったのにね。俺はあの毅然とした男が打ちひしがれている様子を想像して暗い気持ちになった。先生はこの後小学校に行ってみようと思う。伏見さんに報告しなければならないし、どうなったかも気になるからな。学校も混乱しているかもしれませんね。ああ。俺は陽子くんがプリントアウトした報告書を持って立ち上がった。何を話す？話すのはもういいや。じゃあ移動します。移動。どこに行く？外に出ます。それでは行ってくる。伏見さんによろしくお伝えください。ああ。予告の送り出す言葉に返事をしてから、俺は事務所を後にした。外は今日もいい天気だった。下界の出来事など関係ないというふうに太陽の光が降り注ぐ。春の日がこんなに無慈悲だとは知らなかった。どうする？移動しよう。移動します。どこに行く？他の場所へ。一応いろいろ行けるんだけどね。ちょっと行ってみる？こことか。今行く必要はない。ダメだった。どのタイミングで行くんだろうな。なんかね、イベントがあるらしいんだけど、今じゃないらしい。じゃあ新宿中央小学校に行きます。その後を知りたい気持ちと昨晩のことを悔やむ気持ちが入り混じる。それでも俺は小学校を目指して歩き始めた。小学校の校門あたりに来ると警察官に混じってマスコミの姿もちらほら見えた。中に入るには警察官に一言断らないといけないな。どうする？見る。何を見る？警察官。昨晩俺をしつこく尋問した警察官だ。それだけに俺を覚えているだろう。見るのはやめて話します。誰と話す？警察官。何を話す？中に入ること。すみません、用事があるので中に入りたいのですが。おや、あなたは。帽子を少し上にずらして俺の顔をしげしげと見つめた。伏見校長の直属の臨時職員として外国人の生徒の調査という名目で備品破損事件を調べていた探偵の神宮寺三郎さんですね。長い長い肩書きが黙っちゃってる。こっちは間違ってはいないが、改めてこんなに詳細に繰り返す必要もないと思う校長に昨日の件を報告したいので通していただけますか？まあそういうことなら許可しましょう。校門の前で立ちふさがっていたところを横にずれた。もう話すのはやめて移動。どこに行く？校長室。ありがとうございます。俺は警察官に礼を言って校門を通り抜けた。マスコミが気づいたようだったが、捕まらないうちに足早に校舎に入り校長室に向かった。校舎の中は静まり返っている。事件に臨時休校になったのだろう。校長室のドアをノックしようとした時、部屋から人が出てきた。椎名ユキだった。ああ、来てたのね。一昨日会った時よりも一層塞ぎ込んだ様子だ。
俺に気づくこともなく、シナは廊下を歩いていった。俺は小さく丸めた背中を眺めながら、校長室に入った。神宮寺さん。疲労の色を濃くした伏見が俺を見上げた。寝たの？校長。どうする？話す。誰と話す？伏見妙子。何を話す？臨時休校のこと。今日は休校になったんですね。生徒たちは状況説明した後、家に帰しました。週明けは通常通りにするつもりですが、マスコミへの会見を済ませましたが、しばらくは騒がしいでしょうね。伏見がほろ苦そうにこぼした。何を話す？椎名ユキのこと。今、来ていたのは、椎名守君のお母さんです。椎名君のことは私と二人で対応するように話し合いました。まずは椎名君の心のケアと、それから仲違いしているクラスメートに面接して、かなりこじれているので関係を修復するのは相当大変だろう。備品破損事件はまだまだ完全に解決とは言えないが、これ以上俺も口出しできない。こちらの義務を果たそう。話すのはやめて、Y ボタン。報告書を、渡します。取り出す。俺は持参した報告書を取り出した。どうする？話す。誰と話す？伏見妙子。何を話す？報告書のこと。事情はすでにご存知だと思いますが、報告書をまとめましたので、一通り話したところで、俺は横君が仕上げた報告書を差し出した。それはご丁寧に。伏見は報告書を受け取ってから数ページを読み、軽く微笑んだ。さすが、しっかりしていらっしゃる。助手の方も一流ですね。みそのをよろしくお伝えくださいと言ってました。神宮寺さんにはお手数をかけました。最後、思わぬ事態になりましたが、一応依頼は終了ということで、もやっとするよね。のんたんがさ。職員室の席はそのままで結構ですので、ご自身のものだけ確保してください。はい。伏見と別れる前に、一番気になっていることを聞かなければ。何を話す？東間のぞみのこと。それで、俺が名前を口にする前に伏見が察して後を引き継いだ。東間先生ですね。一命は取り留めたものの、意識不明の重体だそうです。屋上から落ちたのは間違いないらしくて、熊野さんを中心に捜査をしています。あ、熊さんが捜査してんのか。熊さんが。担当が熊さんなら一安心だ。それでは、熊さんにも挨拶しておきます。私にできることがあるなら、ぜひ協力を。ええ、お願いします。まずは前日までの職場を片付けてから、クマさんに会いに行こう。話すのはやめて、じゃあ移動します。移動。どこに行く？職員室。失礼します。ご苦労様でした。指で眉間を押さえた伏見を残して、俺は職員室じゃない 校長室から出た。もうグダグダや。 職員室の中はひっきりなしに電話がかかっていた。保護者が問い合わせてきているのだろう。教職員はみんなその対応に追われている。あ、自分の机に行くと前の席の矢崎が俺に声をかけようとした。しかしその途端に電話が鳴り、矢崎が応対する。
矢崎は手で俺を押しとどめるようなジェスチャーを見せた。それに応じて俺は居残り、数少ない私物の後始末をしながら矢崎が電話を終えるのを待つ。はい、新宿中央小学校です。あ、立花先生。そうなんですよ、入院中です。立花先生って違う学校の先生って言ってたよね。え、病院？確か東都大学附属病院です。まだ例のものプレゼントしているんですか？しつこいと嫌われちゃいますよ。はいはい、それでは。電話を終え、矢崎はいたずらっ子っぽい笑みを投げかけてくる。城島先生、いや神宮寺さんですか。あ、バレちゃってる。え、どうして矢崎が俺のことを知っているんだ？どうする？話す。誰と話す？矢崎ゆかり。何を話す？神宮寺のこと。なぜ私のことを？伏見先生が教えたんですか？俺は周りを見ましたが、電話の呼び鈴や話し声にかき消されて誰もこちらに注目しない。やっぱりそうなんですね。いいえ、伏見先生は話してません。鎌かけられたよ。鎌をかけられたのか。探偵なのに鎌かけられてどうすんだよ。実は最初から知ってたんです。え、なんで知ってたんだろう。神宮寺さんと校長が話しながら喫煙所の前の道を通った時、中にいたので聞いちゃって。だから紹介の時に笑っていたのか。質問した後に首をかしげていると思ったのも後ろ姿だからわからなかったが、忍び笑いしていたのに違いない。なんだ、盗み聞きしていたのか。俺が渋顔を作ると矢崎がまあまあとなだめる。ここだけの話にしておきますから。ああ、頼むよ。化けの皮が剥がれたので俺は無造作に返事をした。もう話すのはいいや。じゃあ移動しよう。移動。どこに行く？屋上に行きます。機会があればまた。ぜひ遊びに来てください。その時までにはきっと東間先生も回復しているはずです。最後、矢崎は柄にもなくしんみりと話した。矢崎なりに心配しているんだろう。俺は数々の喧騒を背中に受けながら職員室を後にした。4階からさらに階段を上がると屋上に出るドアが開け放たれていた。おそらく普段は閉め切ってるに違いない。どうする？見る。何を見る？捜査員。鑑識官の間を縫って忙しそうに動いてる熊さんの姿が目に入った。熊さんも俺に気づいて昇降口に歩み寄ってきた。おお、神宮寺くん、なんかすごいもっさりしてるね、今回の熊さん。見た目通りの温厚そうな声で新宿淀川署刑事課の警部が俺を迎え入れてくれた。熊さんが事件の担当になったんだな。あー、痛ましい事件だ。腕組んじゃってるよ。神宮寺くんの方の依頼は解決したのか？ん？まあ伏見から備品破損事件について相談を受けているので、クマさんが知っていて当然か。見るのはやめて話そう。話す。誰と話す？クマさん。何を話す？備品破損事件のこと。依頼の件はとりあえず解決した。これからが大変のようだが。伏見たちの様子を思い浮かべて眉をしかめる。そんな俺にクマさんが気分をほぐすために軽口を叩いた。さすが神宮寺くんだ。君に任せたら大丈夫だと思っておった。
クマさんの好意に応じて俺もなるべく軽い調子で答える。クマさんのおかげで依頼が途切れなくて助かっているよ。すまんすまん、黙ってて悪かった。じゃが伏見先生がどうしてもと言っての。伏見は20年来の友人だと話していたが、一体どこで知り合ったんだろう。何を話す？伏見妙子のこと。クマさんと伏見さんの関係は？娘の担任だったんじゃよ。もう遠い昔になってしまったが。そうだったのか。しかし、すぐに暗い気持ちが俺の心に忍び込んできた。もっと、わしと伏見先生の馴れ初めを聞きたいか。いや、別に大丈夫です。クマさんの気遣いはありがたいが、ここに来た目的を果たそう。何を話す？昨日の事件のこと。それで、昨日の事件は、当の本人が意識不明だからの、聞き取りは当分無理じゃ。しかし、神宮寺君が不審な男を目撃したことから、のぞみさんは自殺しようとしたのではなく、他人が殺害目的で屋上から落とした線で捜査を進めている。クマさんも質問したくてたまらなかった様子で俺に問いかける。その転落した場所に駆けつけた時に見た人影というのは具体的にどんな感じだったんだね。すまない。振り返った時には後ろ姿で非常口のサインの証明しかなかったから男だったとしかわからないんだ。あの時、俺が捕まえていれば、ギリリリ、ギリリリ。ほっと息をついた後に、クマさんが口を開いた。遠間のぞみさんのことがあったし、それは気に病む必要はない。神宮寺君の適切な処置で、一命を取り留めたんだからな。下を向いた俺に、クマさんは元気づけるように持ちかける。どうじゃ？神宮寺君、我々に協力してくれんかの。クマさんが好意で要請してくれた。捜査に協力する？もちろん協力します。クマさんに頼まれるまでもない。こちらから願い出たいぐらいだ。おお、それはありがたい。昨日遠間のぞみに関して目撃したこと全部話さなくては。俺が遠間のぞみの姿を見たのは、いつだったか。神宮寺が遠間のぞみと会った時間は？じゃあ選んでいきますね。2と3の休み時間。職員室で伏見に紹介された時に彼女に会った。だが、これはあまり事件に関係ないだろう。まだ目撃した時間があるな。神宮寺が遠間のぞみと会った時間は3と4の休み時間。校長室から1階に降りた時、教職員用通用口の付近で彼女に会った。しかもその直前に彼女はある男と会話していた。今んとこやっぱりこの男が怪しいよね。まだ目撃した時間があるな。神宮寺が遠間のぞみと会った時間は？次はもうかなり間が空いて、9時から10時の間。教職員組合から帰ってきた彼女と話ができた。その時、手紙に驚いたり、徳永沙織の話題で怒ったり、いろいろとあった。まだ目撃した時間があるな。神宮寺が遠間のぞみと会った時間は10時半以降。新名守を職員室に連れてきた時、転落するのを目撃した。もうこれは会ったというよりも遠間のぞみを目撃したのは以上で全部だ。落ちてるところは目撃したっていうか、なんていうかって感じだけど
特に昼間の男の話と手紙のことと怒って出て行ったわけを話さなければ。どうする？話す。誰と話す？クマさん。何を話す？昼間会った男のこと。昨日の3時間目と4時間目の休みの間、トーマさんと会っていた男がいた。トーマさんの様子からするとあまり友好的な雰囲気ではなかったな。その男が誰なのかはわからない。ここの教職員でなはないことは確かだが。ふむ、なかなか意味深な話だの。何を話す？夜の手紙のこと。9時前に教職員組合から戻ってきたとき、トーマさんは机にあった手紙を読んでひどく驚いていた。立ち上がった拍子にコーヒーカップを落として割るほどにな。そのことは申し送りで聞いている。破った手紙はどうしたか知っているか？カバンの中に入れていたが、まさかないのか？うむ、トーマさんのカバンはこの屋上に見つかったんだが。しかし手紙か。なんだ？いや、先に神宮寺君の話をすべて聞こう。何を話す？怒って帰ったこと。実は俺はトーマさんをある話題で怒らせてしまったんだ。神宮寺君は何を話したんだね？それが前の依頼に関わっているんだが、20年前にこの学校で徳永沙織という6年生の女子生徒が自殺したんだ。当時原因不明で捜査が終わったのを調べてくれとその兄に頼まれてね。徳永沙織さんの親友の一人が遠間のぞみさんなんだ。ほほう。結局結論が出ないまま兄が依頼をキャンセルしたんだが、遠間さんと接触できたので少し話を聞こうと思って。しかし徳永沙織の名前を口にした途端、遠間さんは腹を立てて帰っていった。あの時俺が引き止めていれば、トーマさんはこんな羽目には。いやいや、神でもあるまいし、そんな予測は無理じゃよ。気にするな。一呼吸を置いた後、クマさんが口を開く。その手紙なんだが、実はこの屋上にも奇妙な紙切れが落ちていてな。え？なんとも不思議な文章が書かれていた。鑑識に送ってしまったので確かな内容は言えないが、ぜひ見せてくれ。破った手紙の方も探さなくては。ああとクマさんが答えたのと同時だった。俺の携帯が着信を知らせた。どうする？ Y ボタンで持ち物使います。携帯電話使います。すまんクマさん。俺はクマさんに断って電話に出た。もしもし。先生、みそのです。今、よろしいですか？ああ、大丈夫だ。その、お客様がいらっしゃって。客？誰だ？トーマさんのお父さんです。あの、頑固な親父さんが何？用事が終わりになるようで、もしよければ、戻ってきていただけませんか？ああ、わかった。電話を終えた俺にクマさんが煎じて話しかけた。何か急用みたいじゃの。こっちは構わないから行ってきたらどうだ？ああ、話は今聞いたので、当面は署へ出頭しなくていいぞ。わしから言っておく。すまない。すぐに済ませてくる。どうする？じゃあ移動します。移動。どこに行く？神宮寺探偵事務所。では行ってくる。おお。
クマさんのゆったりとした返事に送り出され、俺は小学校を後にした。遠間の用事とは一体何だろうか。妙に気になって落ち着かない。それにしても今回は最初から失敗続きだったんだな。俺は長い吐息を漏らす。矢崎に正体を見破られていたのもそうだし、昨晩も遠間の望みをそのまま返してしまったこと、そして教職員用通用口から逃げた男、体の方は何ともないのに心の方はずっしりと重いもので押しつぶされているようだ。事務所に帰る間中、俺は陰鬱な気分で足を運んだ。事務所の前に戻ってきた。どうする？移動します。どこに行く？中に入ります。陽子くんが待っている。早く中に入ろう。俺はビルの階段を上がっていった。ドアを開けると陽子くんが待ち構えたように出迎えた。あ、先生、お帰りなさい。ああ、ただいま。陽子くんの態度もそわそわしている。遠間さんは？はい、あちらに。奥のテーブルに遠間のぞみの父親が鎮座していた。遅くなってすみません。俺は慌てて遠間の前に座った。いや、構わない。俺を訪ねてきた理由は？いや、その前に遠間の望みの容態はどうなったんだ？どうする？はい、じゃあ気になりますけど、今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。